リオ・トゥルビオ鉱山鉄道100型蒸気機関車は、アルゼンチンのリオ・トゥルビオ鉱山鉄道向けに、日本の新三菱重工業が製造した蒸気機関車。日本が製造した最後の大型蒸気機関車で、リビオ・ダンテポルタが改良した記念すべき車両でもある。リオ・トゥルビオ鉱山鉄道は、フォークランド諸島と同じ井戸に位置し、石炭をリオがジェンゴス港まで運ぶ。 全長 225km750 ミ、mm、リ機関の鉱山鉄道である。1950年代当時、ここにはドイツヘンシェル社製の車輪配置2から8からにタイプ蒸気機関車が8両在籍していたが、中古の上に熱量が低くクリンカーのできやすい石炭のため輸送力が低かった。この状況を改善するため、同鉄道は、 同国中部から北部にかけて展開されているメーターゲージのベルグラーの将軍鉄道において運用されていたチェコスロバキアのシコダ車製車輪配置2から10から2タイプの蒸気機関車が大きな成功を収めたことを踏まえ新型蒸気機関車の国際入札を実施結果はヘンシェルと日本車両製造を抑えて三菱が競り勝ち政策は三原製作所が担当することになった 寸法は、上記のベルグラーの将軍鉄道の四股田製のものを、基礎に約70%に縮小したもので、過失は燃焼室付きベルペア式。溶石3.54立方メートル、非号子は、ハグチ付春損式。主題枠は、ブロークンフレーム。当初は940馬力を予定していたが、前期した単質の低さから700馬力に止まっている。1957年に、 リビオ・ダンテ・ポルタが、同鉄道のゼネラルマネージャーとして委任された時に、彼はこの機関車に、キルポア・エキゾーストと、ラ・アルフェンティーナで取り付けた GPCS を取り付けるなど改造を行い、1200馬力に向上させた。牽引定数は、従来の800トンから、1200から1500トンに増大した。これをもとに新三菱重工は、増備分をポルタの改造した仕様にして、 製造輸出した。鉄道歴史研究家の斉藤明は、この機関車を改造したポルタの技術が、日本国内の国鉄蒸気機関車に反映されなかった、ことを著書の中で嘆いている。その一方で、同じく鉄道研究家の高木博之は、ポルタの技術はもちろん、その高出力に耐えた三菱の構造設計も高く評価した。なお、GPCS は、 強気では南アフリカ国鉄26型蒸気機関車、標準機では中国国鉄全身型蒸気機関車に取り付けられたが、どちらも失敗に終わっており、仮に反映されたとして役に立ったかどうかは不明である。これらの機関車は、鉄道の経営者が交代し、ブルガリア及びソビエト連邦製のディーゼル機関車が中高で、 導入される1997年まで石炭の輸送に稼働した。2004年に一両がレストアされて観光用に運転をしているほか、数量が解体されずにリオがジコスで廃車体として屋外で保管されている。サンタクルスという愛称が付けられている。アンドレシャプロンの名称が付けられている。ありがとうございます。